Welcome everybody to I Love English, a contextual approach to useful English and international communication. I'm your host, Hakujin Sensei. まあ残念なことなんですけど、人間はいつでも仲良くはしませんね。時々国際的な場でも argument、喧嘩あるんですね。これは人生かもしれない。私はまあ皆さんご存知のように平和な人なんで喧嘩はしませんが、一番最近喧嘩、本当の意味での喧嘩したのは中学生の時、レリー・ヘレラというやつが学校の最後の日にやってきて、なんかバカなこと言って一緒に喧嘩になったんですけど、そのきっかけの言葉はですね、 You wanna make something of it? Oh yeah! Oh yeah! 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 Oh yeah! 喧嘩ってバカやな、でもアーギュメントはあると思いますんで、皆さんちょっとフレーズを見てみましょう。 Number oneあいつの信じられないこと言うなっていうことで、 I can't believe you! I can't believe you! あれは同じようなことで、どうしてそのこと言えるのっていうような言い方で、 How can you say that? How can you say that? いいですね。そしてやっぱり言葉ではね、解決しない場合もありますので、その時にこれを使います。Let's step outside. Let's step outside. こういう感じで言いますね。役に立つフレーズばっかりですね。まあ、よくしてほしいものなんです。次はプロナンセーションコーナーに行きます。プロナンセーションコーナー。 No way. No way. Shut up. Shut up.I'm sorry. I'm sorry. まあ私はよく夫婦喧嘩の話をするんですけど、やっぱりアーギュメントがあるからこそまだなんか気持ちがそこであるんだなという気もしますね。アーギュメントがないだからいいとは限らないんですよね。でも仲良くしたいというのも骨ですね。 I love English. And you?